こんにちは、シュウです。今回は近畿の極4回やっていきます。やっていきましょう。1回2回に比べるとね、やっぱり4回簡単だと思う。やっぱ1回が断トツで難しいんだよね。ラミレスいなかったからかな。で、とりあえずここなんかずっとね SS ゲーなんですよ。なんであれだね、砂時計みたいの出んの待って、それ取ってから攻撃しよう。これベンザ2でもいいかな。なんかベンザ2の方がいい気がしてきた。砂時計の位置が若干あれだな。はい、これで2個取れるかな。イエス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 、オッケー。あ、でも1体落とせたね。で、こっからベンザ使って、ベンザ1点使って、で、基本的に倒すより砂時計意識した方がいいんじゃないかなと思ってんだけど、どうなんだろう。いや、でも今回は倒しに行こう。オッケー、いいね、砂時計取れた、激アツ。うわー、すげえ綺麗に避けていくな。まあでもいいでしょう。で、ここで次サタン使って倒そう。いや、ラスゲがねすげえきついんだよね、ラストゲージ。ラストゲージどうしよう。そこまでは割といけると思うんですよ。ラスゲがやばくて。オッケー、いいよ。で、これ初手サタン使わない方がいいかな、こういう時、こういう何もやられない時。とりあえずこの下の中ちっちゃいやつ倒しとこう。オッケー、死体のちっちゃいの倒して、でここでサタン使って、で、やっぱ倒すより砂時計意識した方がいいと思うんだよね。はい、ストライクショット、割れたてのなり。オッケー、いいよ。これ毎回砂時計って確定で湧いてんのかな。もしかしたらそうなのかもね。で、ベンザで鳥居の、よし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 、完璧。あれあれ、そんな今薄くやってた。やっべ、でか、このミスでか。やれ、すげえ、うわ、ダサ。あ、でも砂時計2個湧いたから結果オレにしよう。こっちからの方がいいか。こっちから砂時計取って、あれ、今そんな薄くやってた、びっくりしたわ。 OK、 ナイス、いいよ。で、一体ね、この最後まで溜まってる SS 残しときたいんだよ。第2段階っていうのかな。これまず一体落としとこうか。なんかこいつ一体だけも落とすことに意味がある気がする。ナイス。で、この右のちっちゃいのがね、ダメージでかいんだよね、確か。これ使いの、とりあえず上下のあれだけ落としとこう。ディゼラーだかガッテスだか。オッケー、これ落として、こいつ右のがダメージいってんだよな、確か、本当に。取ります。はい、鳥居の。で、もう一個取りたい。その左にあるのも取って。オッケー、完璧。お、オッケーだね。で、これ結構サタンの SS がめっちゃ強くて、これで持っていけると思う。うわ、いいね。持ってってほしいな。いやー、どっちの方がいいかな。こっちの方がいいか。こっちの方がいいか。いやー、難しい。優柔不断。これでいいんじゃない？いや、強すぎだね。強すぎ、マジで。さあ、ボス結構早いんだよね。お好きの。で、この S3 段の SS 取っとこうか。もったいないな。もったいなくはないのかもしれないけど。いや、これ多分どっちも倒せないやつだな。いいよ、全然。で、どうしよう。サタン使って、これ触れてるよね、どっちも。はい、完璧。で、これ下の砂時計も取れればなお完璧。それ、いやー、いかないか。そこ行ってればすげえ激アツだったんだけど。
砂時計でも2個欲しいな、これ。はいよ。どうにかしてその下の砂時計取れないかな。オッケー。オッケーオッケーオッケー。おいよ、すげえ。完璧。で、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 で。いや、でも今さ、突破しないでまだ、突破したくなかったかもしれないな、正直。すごい音楽が愉快だね。これワンタッチで倒せんのかな。これ普通に行くか。一回下だけ処理しても蘇生あんだよね確か。なんでこれ下だけ処理しても復活みたいなありでしょう。そうなんですよ、そうなんですよって言うならなんか違うことやればよかったな。いったんじゃない、これ悪くないと思う。いや悪いかな。オッケー。いやーちょっと足りてない。悩ましい、悩ましいね。ここでとりあえずあれは取りたいんだよ。うわーしょうがない。でこれキーのいいねいいね。でガイド出たけどな、これで左キーの右いけないかな。左キーの右、いやーそもそも左を倒せないっていうね。やっぱサタン強えな。しょうがない、これはしょうがない。そろそろなんかこいつ大ダメしてきそうで怖いな。はい、うん、これはいった確実に。砂時計取れ。届かないか、届かないか。いや砂時計めちゃめちゃ湧いてんね、めちゃめちゃ湧いてる。これ倒すより砂時計優先しました。あーちょっと右のもね取りに狙ったんだけど、まあまあまあいいか。いや右の取りたかったな。でここだよね、ここがマジむずいんだよ。とりあえず縦で真ん中だけ落とせないかなこれ。はい、うん。でベンザ使ってむず、砂時計絶対欲しいけど。なんか起きろ、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 なんか起きろ。いや悪くないな、悪くないぐらいなんか起きてる。いやここ砂時計優先の方いい気がすんな。うわ6つここの位置。ただ砂時計2個取れるあれがルートが見えないな、こっから。いや1個でなっちゃうよね。いや来た、2個取れんのはでかい、それはでかい。砂時計2個取って、うん全然いいよ全然いい。サターンで、来た。いやーもうちょい下かな、もうちょい下って気もする。イエス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 、これ来たでしょう。でサタンどっちだ、どこだ、このサタンか。これも倒したんじゃない、うん、いやーすげえ強い、めちゃめちゃ強い。やっぱね1回に全部比べちゃうね、1回と比べると全てが簡単だなと思っちゃう。それはちょっと言い過ぎたけど。はいよ、やべえこれさっき弁財天ミスったやつじゃん。あでも届くね、届きそう。うわーすげえ跳ね方した、大丈夫これ死なない。ああ蘇生あるんだ。今弁財天で普通に倒すっすよね、もうちょいうまくやれば。オッケー倒したでしょ。よし5回だ次、5回も確か弁財天適正みたいな見たな。
よし。いやで、6階が天草必要みたいの見たんだよ。で、天草持ってないんだよね。どうしようかな。はい、終わります。バイバイ。